今回は、主人公のデンジが所属する、公安大麻特異4課のメンバーをまとめて紹介していきます。大麻特異4課にどのようなキャラクターが所属していたか、振り返っていきましょう。なお、4課のメンバーの多くは個別の動画で紹介しているので、詳しく知りたい方はぜひそちらもご覧ください。そもそも公安大麻特異4課とはどんな組織なのか、簡単に紹介しておきます。公安大麻特異4課は、公安警察の中の、大悪魔の部署の一つです。大麻特異課は、1課から4課に分かれており、その中でも4課は特に、実験的な部隊となっています。ちなみに公安には、特異のつかない大麻課もあり、早川明はもともと、通常の大麻課に所属していたようです。特異課には魔人や悪魔が所属していますが、彼らは人間に対して生まれながらに剣を持っている上、血を吸うと力が増したり、傷が癒えたりするため、人の血を吸いたい、人を殺したいという衝動を持っています。また、悪魔は常に人の死を望んでいることもあり、四課で働いているパワーのような魔人には行動の自由はなく、一人では外出することもままならない待遇です。しかし、魔人たちはマキマに助けられた恩や恐怖によって、その状況からは抜け出そうとはしていないのが特徴的です。また人間のデビルハンターは一般の会社と同様に、退職、転職することが可能です。実際に4課を退職したキャラクターもいます。しかし、悪魔の心臓を持つデンジや魔人のパワーは、退職するイコール死という過酷な待遇となっています。いくら有給が多くて福利厚生はいいとはいえ、超絶ブラックな環境ですね。では、そんなブラック職場で働くキャラクターたちを順番に紹介していきましょう。まずは、内閣官房長官直属のデビルハンターで、特異4課のリーダーである、マキマです。内閣官房長官直属といっても、新人のミスのカバーに尽力したり、お偉いさんと会議や会食に出席するなど、中間管理職的な書かれ方をしています。また4課の新人歓迎会では、本物のマキマさん初めて見た、と話す隊員がいることから、マキマと接する部下は一握りのようです。こういったことを考えると、主人公のデンジと映画デートをしたり、胸を触らせたりしていたのは、超特別扱いだったことがよくわかります。また、マキマは人間のように見えますが、実は見た目が人間に近い支配の悪魔であり、チェンソーマン第一部のラスボスです。マキマは物語の序盤から、チェンソーの悪魔になれるデンジに特別な関心を持っていましたが、実はデンジ自身のことには全く関心がなく、デンジの心臓となったチェンソーマンを、自分のものにすることを目的にしていました。支配の悪魔の能力は、支配したデビルハンターの契約悪魔の能力を使う。人間を支配して悪魔と契約させる。悪魔との契約は通常人間しかできない。悪魔を支配して思い通りに動かす。など、悪魔と契約のルールを飛び越える能力を有しています。また物語が進むにつれて、公安内部の支配を広げていったのか。中間管理職的な仕事のシーンは描かれなくなっていきました。ちなみに特異4課の魔人や悪魔は、マキマによって反強制的に連れてこられていたことがわかっています。また作中では支配の能力を使って、早川明や天使の悪魔、また暴力の魔人などの記憶や感情を操作していました。マキマの詳しい能力や強さについては、個別の解説動画をご覧ください。次は、悪魔の心臓を持つチェンソーマンの主人公、デンジについて見ていきましょう。もともとは父親の残した多額の借金を背負い、自分の臓器を売るほど困窮した生活を送っていました。そんなある日、墓地で小さな悪魔、ポチタと出会い、助け合いながら生活することになります。そんなデンジとポチタは、違法デビルハンターとして、倒した悪魔の死体をヤクザに売ることで生計を立てていましたが、ヤクザがゾンビの悪魔と契約し、デビルハンターの死を望むゾンビの悪魔によって、バラバラに殺されてしまいます。その際にポチタから、デンジの夢を見せてくれと契約を持ちかけられ、バラバラになったデンジは、ポチタの心臓によって蘇り、胸のロープを引くと頭からチェンソーの生える存在になりました。その後、ゾンビの悪魔を討伐しに訪れたマキマに発見され、公安のデビルハンターとして働くことになり、極貧生活を脱することになります。パンにジャムを塗って食べることが夢だったデンジは、そんな夢のような生活を守るため、また一目惚れしたマキマのために、デビルハンターとして懸命に働きます。このように壮絶な老いたちですが、性格は素直かつ単純で、意外と面倒見が良く、超前向きな物語の主人公です。
また、デンジはこれまで女性との関わりがなかったため、非常に惚れっぽく、年相応のスケベな心も持ち合わせています。公安に入庁してからは、アキとパワーの3人で共同生活を行っており、この3名は、早川家と作中でも呼ばれるような、疑似家族を形成しています。デンジの戦闘能力、ポチタの心臓を持つデンジは不死身で、胸のロープを引くことさえできれば、たとえ体が真っ二つになっていても復活できます。チェンソーは腕以外の箇所にも生やすことができ、チェンソーのチェーンを使って敵を拘束することも可能です。最初はそこまで戦闘能力が高いわけではありませんでしたが、持ち前の普通じゃない狂った精神と、師匠である岸辺に鍛えられたことにより、数々の強敵との戦いに勝利しています。デンジの詳しい能力や強さについては、個別の解説動画をご覧ください。次は、デンジの3年先輩のデビルハンター、早川アキについて見ていきましょう。アキは北海道出身で、物語の序盤では一人暮らしをしていました。しかし、マキマにデンジとパワーを押し付けられ、一般常識のない二人が普通の生活を送れるように、お母さんのような立場となります。短編小説では、うるさい兄貴分もとい、早川ママと紹介されていますね。得意4課は、悪魔や魔人が主要メンバーとなっていますが、アキとそのバディの姫野は、普通の人間です。アキは過去に、銃の悪魔によって家族全員を殺されてしまったため、家族の仇を討つ目的で公安デビルハンターとなりました。アキの契約悪魔は、狐の悪魔と呪いの悪魔の2体でしたが、物語の中盤以降は、未来の悪魔と契約しています。アキは、銃の悪魔に家族を殺された恨みから、公安一の悪魔嫌いと言われるほどに悪魔が嫌いなため、悪魔と友達になりたいというデンジと、そもそも魔人であるパワーには、冷たい態度をとっていました。しかし、最終的には二人の幸せを願ったり、自分の寿命が減るのを顧みずに天使の悪魔を助けたりと、作中で最も価値観が変わったキャラクターと言えます。作中では物語序盤から秋のまともさが、デンジのネジが飛んだ姿を引き立てていました。頭のネジが飛んでるほど強いとされるデビルハンターの世界では、秋のデビルハンターの適性はそれほど高くないようで、最終的には未来の悪魔の予言通り、最悪の死に方をして、デンジと読者に衝撃を与えました。秋の詳しい能力や強さについては、個別の解説動画をご覧ください。次に、デンジのバディ、血の魔人、パワーについて見ていきましょう。パワーは、サブヒロイン的な立ち位置のキャラクターで、十字の瞳孔と赤い角が特徴的なキャラクターです。体型はかなりスレンダーですが、普段は胸パッドを入れて巨乳に見せています。ちなみに作中では、魔人は悪魔と同じく駆除の対象ですが、パワーは理性が高いため、デビルハンターとして働かされています。参考ですが、得意4課の歓迎会に参加していた魔人はパワーのみで、他の魔人は、怖くて連れてこられないと話していたことからも、パワーの理性の高さが伺えます。そんなパワーの性格は、見えっ張りで子供っぽくナルシストです。そして、臆病者で、虚言癖持ちの差別主義者であり、ホテルに閉じ込められた際も、全員分の食料を勝手に食べてしまうなど、短絡的で自己中心な考えをします。このようにとてつもなく厄介なキャラクターですが、なんとも言えない魅力を持っており、どこか憎めないのがパワーの人気の秘密でしょう。また、パワーは人間が嫌いですが、ニャーコを筆頭に猫が大好きです。そして、上司であるマキマに対しては、恐れのような感情を持っています。パワーは血の魔人だけあって、血を操ることが得意です。自分の血を、剣やハンマーなどの武器にしたり、前もって採取しておいた血を罠のように使うなど、攻撃のバリエーションは豊富です。ただ自分の血を武器にするため、貧血になりやすく、長期戦ができないという欠点もあります。また自分以外の血を操作するのは苦手ですが、負傷した秋の血を止血し、サポートをする場面がありました。パワーは強敵と戦うことを避けていることから、戦闘面での実力は不明ですが、ムードメーカーとしてはなくてはならない存在です。そんなパワーは物語の終盤で、本来の姿である、血の悪魔となります。この状態では、相手の血を使って体内から武器を生成するなど、非常に強い能力を見せていました。このように血の悪魔として蘇ったパワーですが、デンジを復活させるために自分の血を与えて、復活した自分を見つけてバディにしてくれ、と契約して、その姿を消してしまいました。パワーの詳しい能力や強さについては、個別の解説動画をご覧ください。
次は、早川明の初代バディ、姫野先輩について見ていきましょう。姫野先輩は黒髪のショートカットと、眼帯が特徴的な女性デビルハンターで、彼女が受け持っている新人の荒井宏和は、姫野に対して好意を寄せています。そんな姫野は秋の最初のバディでしたが、バディとしての力を認めておらず、ほとんど仕事をさせていませんでした。参考ですが、チェンソーマンの小説、バディストーリーズでは、このように今の二人の姿とは違った姿を見ることができます。姫野は、歴代バディが全員自分を残して死んでいることから、バディである秋の死に敏感なところがあり、永遠の悪魔との戦いでは、取り乱している描写がありました。そんな姫野は、秋と出会った3年前から、右目を代償に幽霊の悪魔と契約しています。契約内容は、幽霊の右手を自由に使えるというものです。具体的には、透明で触れられない幽霊の手を使って、敵の肉をえぐり取ったり、遠くから電磁の胸の紐を引いて復活させたりと、かなり使い勝手が良い能力として描かれています。姫野は酒とタバコが大好きで、バディの秋と同じ銘柄のメビウスを愛煙しています。タバコは秋と姫野を結ぶアイコン的な存在ですね。また酒癖はかなり悪く、新人歓迎会では電磁に衝撃的なキスをしていました。そんな姫野はバディの秋に好意を寄せていますが、秋は上司のマキマに好意を寄せています。このことが原因なのか、マキマをかなり嫌っており、あんなクソ女と言い切るシーンもあります。また、勘が鋭いのか、師匠の岸辺から何か聞いていたのか、理由は定かではありませんが、他のキャラクターとは違った視点でマキマを見ていたようです。もともと両思いだった秋を、マキマの能力によって奪われてしまった可能性も考察できますね。姫野は、奔放で頼れるお姉さんキャラとして人気がありましたが、サムライソードの襲撃時に胸を撃たれ、その後は絶体絶命の窮地に陥った秋を助けるために、幽霊の悪魔に自分の全てを捧げ、消えてしまいました。姫野の死を受け止める秋の姿は、作中でも屈指の名シーンでした。姫野の詳しい能力や強さについては、個別の解説動画をご覧ください。次に、永遠の悪魔の任務で登場した、新人デビルハンター、荒井宏和について見ていきます。荒井は長身かつ角刈りで、頬に傷があることから、いかにも体育会系という出だちですが、22歳という年齢ながら、趣味が俳句という渋い男です。性格は気真面目で面倒見が良く、任務中に泣き出した小紅を励ましたり、一人で先走ろうとする電磁を止めようとするなど、くせ者揃いの四課の中では、かなりまともな好青年です。彼がなぜ公安のデビルハンターになったのかは不明ですが、よく寄って帰宅した母親の解放をしていた、と語っていることから、経済的理由ではないかと推測されます。そんな荒井を半年間にわたって育てた姫野は、実力不足だけどやる気は十分と評しています。契約悪魔は秋と同じく狐の悪魔ですが、作中で実際に狐の悪魔の力を借りた描写はなく、狐の悪魔のどの部分を使うのかは未知数です。ちなみに狐の悪魔は面食いで、イケメンだけ頭を借りられるという設定があるため、使用部位は頭ではなさそうです。そんな荒井ですが、ホテルでの任務では、姫野先輩の唇をかけて電磁と張り合っていました。永遠の悪魔にホテルに閉じ込められてからは、当初は率先して動いていましたが、次第にメンタルをやられ、寝込んでしまう姿が描かれています。その後は助かりたい一心で電磁を犠牲にしようとしますが、その後電磁の作戦で無事に全員が脱出できたため、罪悪感を覚えて公安のデビルハンターを辞職しようとしていました。ちなみに電磁本人は、超許すと、大して気にしない様子です。その後の飲み会では電磁の解放をしていて、お前みたいにデビルハンターの才能はなかったと告白しています。そんな荒井ですが、サムライソードの襲撃事件で、小紅をかばって殉職してしまいます。まともで優しい人間は、長く生きられない。そんなことを読者に教えてくれたキャラクターでした。次に、密かにファンの多いサチウス娘、東山小紅について見ていきましょう。小紅は荒川と同期の新人デビルハンターです。年齢は20歳で、家庭環境は9人兄弟という大家族です。そのため経済的に困窮しており、優秀な兄を大学に行かせるため、風俗かデビルハンターの二択を親に迫られたと語っています。趣味は、美味しいものを食べることと話していますが、居酒屋の料理を絶賛していたり、ソフトクリームを食べたのは人生で一度だけと語っていることから、美味しいものの敷居は低いようです。
そんなコベには作中でも散々な目に遭う不幸キャラとして描かれていますが、最終的には第一部のラストまで生き抜いた数少ないデビルハンターです。コベにはデビルハンターとしてはかなり小柄な上、常におどおどしているため弱そうに見えます。しかし、コベにを担当する姫野からは、引っ込み思案だけどかなり動けると評されています。その評価通りコベには包丁のようなものを武器に、姫野、秋、伝次、パワーの4人が挑んでも叶わなかった、沢渡茜と変身前の侍騒動を撃退しています。このシーンでは悪魔の能力を使っていないため、体術的には秋やパワーよりも強いと考察できます。他にもパワーに強奪された愛車で敵を引き殺すなど、任務における貢献度はかなり高いです。普段は気が弱そうな小紅ですが、多くの公安デビルハンターが命を落とした襲撃事件後も、ボーナスが出るからと公安に残る図太い精神と狂気性を持っています。しかし、そんな図太い小紅も、地獄の悪魔に地獄に落とされたことで退職届を出し、ファミリーバーガーという飲食店で働くことになります。しかし、デビルハンター以外には適性がなかったのか、職場ではファミリーの平手打ちを食らったり、悪魔が店に現れたりと不運続きでした。マキマから逃げるために家族を捨てろと言われた際は、離れる理由ができてよかったとつぶやいていることから、相当ひどい扱いを受けていたことがわかります。そのため家族を養うことを理由に、公安のデビルハンターに出戻ることはなさそうですが、第2部でどのような姿を見せてくれるのか楽しみです。ここまでが4課のメインメンバーですが、ここからは永遠の悪魔を倒した後に行われた、新人歓迎会に出席していたサブメンバーをそれぞれ紹介します。まずは IQ134 の不死さんです。30代くらいの人の良さそうな男性デビルハンターで、登場したコマ数は非常に少ないですが、ネットでは高い人気を博しています。そんな不死さんのチームにも魔人がいることがわかっていますが、知能が低く暴れやすいとの理由で飲み会には参加していません。このように新人を受け持っていることから、ポジション的には姫野と同じくらいだと推測されます。不死は丁寧な喋り方をするまともな人物だったためか、残念ながら襲撃事件で殉職しています。次は顔の傷とメガネが目立つ男性デビルハンター、マドカです。マドカは飲み会が始まって早い段階でパフェと白玉を頼む甘党ですが、会話をする姿は描かれておらず、社交性は低めの性格なのでしょう。マドカは、飲み会で頻繁に小紅に話しかけていた女性とバディを組んでいましたが、襲撃事件によりこの女性は殉職してしまいます。そんな襲撃事件を、得意かがきな臭くなってきたと、マキマに辞表を渡し、舞台を降りました。なお、辞表を渡すタイミングで、人員不足のため、得意1か2か3かは4かと合併。公安大麻得意4課をマキマの指揮下に置くと伝言を伝えており、その際にマキマは不敵な笑みを浮かべています。このように冷静に状況を判断し、五体満足で公安を辞職したマドカは、作品切手の勝ち組と言えるでしょう。次に、先ほども触れた、ピアスをつけた短髪の女性デビルハンターについて見ていきましょう。名前や契約悪魔は全て不明ですが、飲み会の場面では小紅と話しているシーンが多く、小紅の家族構成なども知っていることから、飲み会以前から親しかったと考察できます。また、多くの死者が出る公安での職歴も長いようですが、直接マキマと会うのはこの飲み会が初めてでした。秋はマキマと一緒に車で移動している様子も描かれていましたが、これはかなり珍しいケースのようです。またパワーが始めた、IQ についての会話の流れで、不死さんに、わざわざ覚えてるあたり自慢に思ってそう、ときつい一言を放っており、男性には毒舌なようです。彼女は、伝次がゲロキスをされた際も、その姿を見て楽しそうに笑っていたので、性格には難がありそうです。そんな彼女ですが、残念ながら襲撃事件で殉職しています。次に、こわもてで屈強な男性デビルハンターについてです。先ほどの女性デビルハンターと同様に、名前や契約悪魔は全て不明ですが、IQ134 の不死と行動しているシーンがあるため、不死とバディを組んでいると考察できます。伝次と比べると、体や腕がかなり太いこと、そして、セリフのフォントも太字であることから、体と声の大きい体育会系であることが伝わってきます。そんな体育会系であることを印象付けるかのように、新人たちには厳しい口調で接しています。ちなみにそんな姿を見た秋からは、塩の足りなさを指摘されています。
そんな彼も、酔った姫野にキスされた経験の持ち主です。逃げられねえからなと言っていることから、パワーバランス的には姫野の方が上位のようですが、もちろん逃げなかった可能性もあります。ちなみに彼も、例のごとく襲撃事件で殉職しており、四課からは、秋と小紅以外の人間が全て退場しています。この飲み会には、パワーを除く魔人が参加しなかったため、元々の四課にどういう魔人が在籍していたのかは分かっていません。しかしながら襲撃事件後に、窓家が、人外以外はほとんど全員死にましたと報告しているシーンがあることから、魔人や悪魔は大半が生き残っていると考察できます。そのため、新四課としてお披露目された魔人が、元々は不死のチームに所属していた可能性があります。特にサメの魔人は、普段は会話もできないほど凶暴とされているので、不死の、怖くて連れてこられないという言動との一致点があります。ここからは、襲撃事件後に4つの課が合併され発足した、マキマの指揮下に置かれる、通称、新四課のメンバーについて見ていきましょう。まずは、もともと得意一課に所属していたデビルハンター、岸辺です。秋や姫野をはじめ、多くのデビルハンターの新人指導に当たっていた、実力者です。常にアルコールの入ったスキットルを持っており、飲酒で頭のネジを緩め、悪魔への優位性を保っています。デンジとパワーの指導シーンでは、二人に徹底したスパルタすぎる指導を施しており、その圧倒的な強さを読者に見せつけました。壊れないおもちゃが欲しかったという異常な発言が目立ちますが、姫野の回想シーンでは殉職した部下たちの名前を覚えていることから、実はまともで優しい人だということがわかります。ちなみに初対面では岸辺をジジイと呼んでいたデンジですが、指導後には先生と呼ぶようになっています。マキマとの会食シーンでも、マキマが一定の敬意を持って接している様子が描かれており、役職ではマキマの方が上であるものの、岸辺がただものではないことがわかります。そんな岸辺が契約している悪魔は、爪、ナイフ、針の悪魔ですが、長年の活動の影響で契約に使える代償がなくなり、悪魔の力を使えない状態です。しかしながら、悪魔の力がなくともその戦闘力は一級を誇り、まともに受けたら死ぬと評されるクアンシの打撃を受け、ビルから落下しても平気な人間以上の防御力も見せています。このように現在でも相当な強さですが、吉田との会話では、老いにより前世紀と比べると、かなり弱くなっていることを指摘されています。次に、天使の後翼が印象的な天使の悪魔について見ていきましょう。天使の悪魔は、触れた人間の寿命を吸い取り、その寿命を武器にする能力を持っています。この寿命武器は、使用する寿命の年数が長いほど、武器の力が強まるという特徴があり、寿命を1000年使用した武器は、異空間からのビームを放つほど強力です。ちなみにマキマからも、岸辺隊長の次に強いと評価されています。作中では、姿が人間に近い悪魔は人間に対して友好的とされており、天使の悪魔はそれに準じて、人間に敵意がない、特殊な悪魔です。仕事に対するやる気は皆無で、バディの秋からは嫌われていましたが、任務中に会話を重ね、命を助けられたことにより関係が近づきました。なお天使の悪魔もパワーと同じく、マキマに捕まって都会に連れてこられたという過去があります。また天使の悪魔は、悪魔しか知らない地獄の話や、悪魔の輪廻転生など、物語の重要な設定を語っています。天使の悪魔の詳しい解説は、個別の動画をぜひご覧ください。次に、蜘蛛の悪魔について見ていきましょう。蜘蛛の悪魔は、四課の魔人や悪魔の中で、最もマキマに忠実な存在で、マキマが危険な地獄に向かおうとした際は、マキマ様、来てはいけませんと止めるなど、主人とメイドのような雰囲気がありました。姿は人間に近いものの、蜘蛛のような8本の足と、顔にジッパーがついているところが特徴的です。足は剣のように切れ味が鋭く、動きも俊敏で本数も多いため、攻撃手段としても強力ですが、プリン氏の能力で特徴的なのは、なんといっても空間移動能力です。プリン氏は、地獄に落とされたデンジたちを救うために地獄へ移動して、闇の悪魔に攻撃を仕掛けましたが、すぐに返り討ちにされてしまいます。また体から顔にかけて走るファスナーの中に、自分が呼びたい相手を招くことができる能力を所持しており、この力を使って地獄にマキマを呼び出し、絶望的な状況から脱することに成功しました。プリン氏はマキマを地獄に呼んだタイミングで、
闇の悪魔に真っ二つにされたようですが、アキは、蜘蛛の悪魔が死んだとは語っておらず、その生死は不明です。次に、サメの魔人、ビームについて見ていきましょう。ビームはおバカで可愛いキャラクターとして描かれており、デンジとビームのコンビは、読者に多くの笑いを届けてくれました。ビームは壁や地面を海のように泳いで移動することができ、完全に地中に潜って隠れることもできます。また短い時間なら悪魔の姿にもなれるという特徴を持っています。普段は会話もできないほど凶暴ですが、なぜかデンジを敬愛していて、彼をチェンソー様と呼んで慕っています。この理由については後ほど解説します。このようにデンジと一緒のシーンが多く、作中ではデンジの飼い犬のような雰囲気を漂わせています。戦闘シーンでもデンジをかばって攻撃を受けたり、悪魔化してデンジを背中に乗せたり、デンジに自分の血を飲ませて復活させたりと、常にデンジに尽くしています。このようにデンジを神格化しているところがあるため、呪いの悪魔の攻撃を受けている際にも、呪いの悪魔の力で宙に浮くデンジを見上げて、浮いてる、すげえ、と呟いていました。ビームは以前のチェンソーマンのことを唯一知っており、チェンソーマンの能力の使い方を話したり、ボムと過去に遭遇したことがあることを語ったりと、謎の多いキャラクターとして描かれています。また地獄でデンジを復活させる際には、俺たちの願いを、というかなり意味深なセリフを残していましたが、闇の悪魔に殺されてしまいました。地獄で死んだ場合は輪廻転生するため、再び登場することが予想されますが、俺たちの願いが何だったのか気になりますね。最後に、ベストマスクをかぶった、暴力の魔人についてです。彼は魔人の中では珍しく人間の脳みそが残っており、魔人になる前の記憶があることがわかっています。その中でも特にマキマに助けられたことをよく覚えているとのことで、その恩義に報いるためにデビルハンターとして働いています。暴力の魔人の攻撃手段は至ってシンプルで、打撃や蹴り、そして攻撃に使う部分の筋肉を肥大化させて威力を上げる力を使っています。暴力の魔人は暴力という名前が似合わない、とても優しい性格をしています。また喋りも軽快で人懐っこく、作中切っての良心を持ったキャラクターです。悪魔嫌いのアキが、初めて悪魔と立ちになりたいと思ったと話すほどです。作中では、ベストマスクから出る毒で力を抑えているため仮面は取れない、と説明されていましたが、これは元になった人間の正体を隠すために着用させられていたと考察できます。暴力の魔人は闇の悪魔に対抗するために、作中で一度だけマスクを取って素顔を見せたことがあるのですが、その姿は荒井博一によく似ていて、小紅と並んだ際のバランスも一致しています。また小紅を気遣う様子にも共通点があります。マキマが四角編で、仲間の死体をできるだけ回収して、という指示をしているシーンがあったため、襲撃事件後にも殉職したデビルハンターたちの死体が回収され、魔人にされた可能性は高いです。マスクを外した素顔には目が4つあり、暴力の名前にふさわしい勇ましい顔つきです。闇の悪魔との戦闘では、致命傷と思われるダメージを負っても倒れず、気合の追撃を見せてくれましたが、最終的には剣を使った効果力な特殊攻撃によって倒されてしまいました。この攻撃は暴力の魔人以外にはマキマにしか使っていないので、地獄に落ちたメンバーの中では最も強力だったと推測されます。以上、公安大麻特異4課に所属するキャラクターについての解説でした。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルではチェンソーマンについて考察や解説をしています。チェンソーマン好きの方のチャンネル登録をお待ちしています。それでは次の動画でお会いしましょう。